皆さん、こんにちは、コロワンは、どうも、コロコロカーくんです。本日は、コロコロチャンネルが、4月2日に発売される、妖怪三国志の完成発表会に潜入しました。ご覧ください。これからここで、いろんな発表が行われるようです。ワクワクしますね。それでは、ご覧ください。今日の発表を受けて、こんなに人が集まっております。そうにゃんね。俺ちも寝転がってチョコボを食べてる時が一番の幸せにゃん。お、あれはなんずら？なんかの本にゃんね。一体何の本にゃん？どうしてこんなところにあるだにか？不思議な感じの本ずらね。なんか書いてあるにゃんよ。妖怪三国志？皆さんこんにちは。ゲームと映画のこう融合っていうんですかね。そうですね、そういったところでお役に立てて本当に嬉しいです、ね、いや本当にね、僕もびっくりして、もうお正月からですね、うん、おーってのけぞりました、ね、あ、どうもこんにちは。あ、どうもすいません、僕ですいません、博多大吉さんです。どうもよろしくお願いします。ちょっとね、長澤まさみさんが来るんじゃないかみたいな期待はあったかもしれませんけど来るわけないでしょう。私です。来ないとやばいですよね。そうですね、はい、ちょっといきますね。やっぱりこうメダメライオンは強いですよね、はい、で、先ほど、必殺技が溜まった。よろしくお願いします。キングクリムソーダの皆さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。ひょっとしたら難しいかなって思うかもしれませんけど、三国志知らなくても楽しめますし、今までと違ってじっくりゆっくりみんなで喋りながら
ワイワイ言いながらできるゲームだと思いますんで、一緒にこれインターネットもつながるんだもんね。一緒に僕もプレイヤーとして名前大吉っていう名前でよくあるうちやってるんで、いつかどっかでつながったらよろしくお願いします。ありがとうございます。